ベルベル人の朝日です。本日も、ウェブストアに、掲載する商品を40点紹介させていただきたいと思います。ご購入やお問い合わせに関しましてはベルベル人ウェブストアにお願いいたします。本日紹介する商品は4月20日夜の21時から掲載される商品になります。概要欄に詳細を載せておきますのでご参照ください。それでは1点目からご紹介いたします。まずはじめにチャンピオンの無地Tですね。こちらタグバータグつきます。はい、XL 表記で、55% コットンのものになりますね。しっかりとバインダーネックの個体です。はい、本当に綺麗な無地Tでグレーの織りになります。はい、特に目立ったような汚れダメージはないですね。はい、XL で自分が結構大きめに着れるかなというふうに思います。これからの季節こういった無地Tかなり重宝すると思います。こちらで9800円に消費税です。続きまして次はプリントタイプのものになります。こちらもバータグ70年代ミディアム表記で 89% コットンのタイプですね。しっかりまたバインダーネックで、今度はこちら染み込みでいいですね。めちゃめちゃいいと思います。4段のプリントが入ります。かなりこのアーチの感じとかもバランスいいと思います。僕は何ももちろんないタイプで、ちょっとこの辺ですかね、この汚れ飛びのような油飛びのようなものが見えますね。この辺とか、あとこのリブのところですかね、にちょっと見える感じではありますが、着用に問題があるようなダメージや汚れではないと思いますので、全然着ていただけると思います。 M サイズ表記で僕だとちょっと身幅タイトかなと思います。でこちらで 15,800円に消費税です。続きましてもチャンピオンティーです。こちらめちゃめちゃいいですね。はい、こちらチャンピオンのプロダクツタグつきます。 XL 表記ですね。しっかり 100% コットンの個体です。こちらもバインダーネックの仕様で、また染み込みで2段のこちらナンバリングとプリントが入って、袖にもプリントが入るタイプです。そしてこちらバックにもしっかりナンバリング69入りますね。かなりかっこいい個体だと思います。はい、白ボディにはなりますが、こちらも状態は悪くないと思いますね。かなり良好な個体だと思います。使用感こそありますが、特にダメージとかもないです。僕が合わせると、まあ、いい感じに着れるかなというふうに思います。こちらで29,800円に消費税です。続きましてこちらリーバイスのデッドストックのティーステになりますね。こちらのヘインズのタグつきますね。80年代後半から、まあ、90s くらいのものかなというふうに思います。はい、でこちらしっかりラバーが1段入りますね。かなり使いやすいプリントなんじゃないかなというふうに思います。そしてバックがこちらいいですね。 50s 彷彿させるようなプリントかなというふうに思います。もちろんデッドストックなのでめちゃめちゃ綺麗ですし、保管時の汚れなど一切ない個体ですね。まあちょっと XL 表記で僕が合わせると今縮みも全く入ってないのでかなり大きいですけど、ここからまたキュッと縮むと思います。こちらでお値段が12,300円に消費税です。続きましてもリーバイスの T シャツですね。はい、こちら今度はこちらリーバイスのタグつきます。はい、L サイズ表記になりますね。はい、こちらも 100% コットンの個体になります。こちらもこの胸にワンポイントリーバイス入るもので、同じようにまた 50s らしいようなプリントが入っています。かなりこのプリントの入り方も1枚できてかなり様になるんじゃないかなと思いますね。こちらも L 表記で僕が合わせるちょっと大きいですけど、これはまた縮み入ると思います。こちらで 12,300円に消費税です。続きましてラルフローレンの半袖シャツ紹介させていただきます。こちら XXL ですねの表記、 100% コットンの個体になります。はい、解禁のスタイルで、かなり柄とかも雰囲気あってかっこいいですね。ちょっとまあ植物のようなこう花っぽいやつとかが入ってて、配色もかなりかっこいいと思います。後ろは特にそうですね、こういった風にこんな感じになってますね。まあ、特に汚れダメージもないです。僕が合わせるとちょっとやっぱラルフローレンと大きめですかね、ガバッと着るような感じになると思います。この辺も春夏かなり重宝する一着なのかなというふうに思います。こちらで9,800円に消費税です。続きましても半シャツなんですけれども、こちらが、XL 表記のもので、こちらが、71% シルク 29% リネンのものです。それでこちらポニーが下につくビッグポロのタイプですね。はい、ピンクのカラーリングかなり可愛いと思います。シルクが入ってるのでちょっとテロッとした雰囲気なのもまたいいと思いますね。はい、ちょっとこの辺が焼けというか汗というかちょっと汚れがありますが、
本当に着用に問題があるものではないと思います。この辺もかなり人気高いと思いますので探してる方多いと思います。僕が合わせるとかなり大きめですね。ビッグボロというところでしょうか。はい、この辺もガバって着たい方とかサイズ合う方はぜひおすすめです。9800円に消費税です。続きましてこちらロングスリーブのシャツですね。ペニーズのものになります。はい、16から16ハーフぐらいの大きさですね。こちらが、ネルシャツでプリネルのものになりますね。はい、こちらしっかりマチがついて、小ぶりなこちら襟なので、シックスティーズぐらいのものなのかなというふうに思いますね。はい、こちらバッグもかなり綺麗です。めちゃめちゃ綺麗ですね。ただ1点だけこういう風にちょっとペンキのようなものが飛んじゃってはいるんですけれども、それ以外の状態はかなりバキバキだと思います。はい、ちょっとこの辺の襟とかもちょっと焦っておりますね。僕が合わせてこのぐらいのサイズ感ですね。ちょうどよく着れるぐらいなんじゃないかなと思います。こういったプリネの配色もかなり赤黒で王道でかっこいい配色だと思います。こちらで 15,800 円に消費税です。続きましてこちらヴィンテージのシャツ紹介させていただきます。こちらのタグがつきます。そしてこちらチンストラップの仕様でしっかりマチ付きの個体です。はい、もう雰囲気で分かる通りかなりヴィンテージ 20s ぐらいのものなのかなというふうに思いますね。はい、こちらバッグもこんな感じです。ちょっと汗とかがかなり出てますね、この辺ですが、年代も考えるとかなりヴィンテージの雰囲気出てるんじゃないでしょうか。この辺もちょっとこういった汚れがついちゃってますね。ただこのぐらいの年代のものがまだちゃんと着れる個体っていうのがすごい奇跡に近いのかなと思います。自分が合わせるとちょっと小さいサイズになりますね。はい、こちらで 59,800 円に消費税です。続きましてスウェット類ご紹介いたします。こちらおさぎチャンピオンのセットになりますね。タグがこちらにつきます。チャンピオンのランタグつきますね。 50s ぐらいのものかと思います。かなり古くて雰囲気もありますね。もう見た感じで分かる方もいらっしゃると思います。こちらラバーの3段プリントでちょっと剥げちゃってきてるプリントですね。こういったところの雰囲気もかなりいいですね。でここ見ていただきたいのがちょっと袖がこちらカットオフされてますね。はい、この辺の作りとかも本当に今着やすいようなディテールになるのかなというふうに思いますね。はい、自分が合わせるとちょっとジャストぐらいで着る感じになるかなと思います。 50s の、ちょっとカットオフされたスウェットです。こちらで 19,800 円と消費税です。続きましてヴィンテージのスウェットになります。こちらのタグつきます。かなりバキバキの個体ですね。メールサイズで 100% コットンの個体です。ラグランスリーブで 60s ぐらいのものなのかなというふうに思いますね。こちらラバー4段プリントかなりいいと思います。字体が少し違うのもおしゃれなポイントなのかなと思います。白ボディかなり綺麗な個体です。はい、自分が合わせるとこのぐらいのサイズ感かなと思います。こちら 60s のスウェットで 25,800 円に消費税です。続きましても同じようにヴィンテージのスウェット紹介させていただきます。これタグがちょっとないタイプですね。はい、タグないです。こちら、ラグランスリーブでこちらも 100% コットンのものなのかなというふうに思います。3段こちらも白のラバープリント入ります。かなり割れた雰囲気もかっこいいですね。ラグランスリーブの仕様でちょっと焦ってるような雰囲気はあります。自分が合わせるとちょっと小さめなのかなというふうに思います。この辺伸ばしていただいてもいいのかなというふうに思います。こちらで 25,800 円に消費税です。続きましてここからリバースリーブ紹介させていただきます。はい、こちらトリコタグつきますね。はい、ラージサイズです。ネイビーボディにこのオレンジの4段ラバープリントかなりかっこいいですね。ちゃんとカプセルとかも入ってる、いろんなパターンがあってかなりかっこいいです。雰囲気もいいですね。バックは何もつかないタイプです。ちょっとフェードしたネイビーの雰囲気とかもかなりかっこいいんじゃないでしょうか。自分が合わせてこのぐらいゆったりとダボっと着れるサイズ感です。はい、こちらで 17,800 円に消費税です。かなりナイスカラーですね。続きましてまたリバースイーブ紹介させていただきます。こちら今度は刺繍という 90s のもの XL 表記になります。はい、今度はハーバードかなり人気な大学の、しかもこちらしっかりと染み込みのプリントですね。こういったディテール好きな方多いんじゃないでしょうか。グレーボディで全然汚れとかダメージはない個体になりますね。かなり良好だと思います。自分がこちら合わせてこちらもゆったり着れるいいサイズ感なのかなというふうに思います。
こちらで19,800円に消費税です。続きましても人気の高いものですになりますね。こちらこれタグ XL 表記でメイド USA のタグつきます。はい、アーミーのものですね。まあこの辺のミリタリーものかなり人気あると思います。ラバー2段の黒のプリント、このグレーボディに黒のプリントってかなりかっこいい配色ですよね。こちらバッグとかは特にはないタイプですね。はい、この辺もかなり探してる方多いんじゃないでしょうか。自分が合わせてこちらもゆったり着用できるのかなというふうに思います。こちらかなりスペシャルかと思います。49,800円に消費税です。続きましてこちらスナップタイプですね。フルスナップタイプのリバースリーブです。こちらミディアム表記の刺繍タグがつきます。ちょっと画像で動画で伝わりづらいかもしれないけど、しっかりとブラックの個体になりますね。はい、ブラックのフルスナップなかなか出ないと思います。後ろは特に何もない、しっかり無地のタイプですね。マミムサイズ表記のフルスナップ、フルスナップ自体が少し大きめの作りなので僕でも着れるサイズ感なのかなというふうに思います。こちらで25,800円に消費税です。続きましてパーカータイプですね。こちら刺繍タグ XXL ですね。大きめのサイズ感です。でこちらラバー1段のプリント入ります。はい、ちょっとまあモスグリーンのような、ダートマスグリーンのようなお色味ですね。この辺の色がフェードしていく雰囲気かなりかっこいいと思います。はい、ちょっとこの辺の汚れがありますね。ブリッジ飛びのようなものがあります。はい、自分が合わせるとゆったりダボっと着れるサイズ感なのかなと思います。はい、こちらで19,800円に消費税です。続きましてもこちらパーカータイプ紹介いたします。こちら WXL ですね。刺繍タグ入ります。そしてこちら変わってるのが、こちら1段目の70のナンバリングがラバーなんですけど、他2段は染み込みのものですね。こういった変わったディテール珍しいと思います。本当に、はい、雰囲気もかなりかっこいいと思います。はい、そしてこちら辺はこの辺にちょっと汚れが見えるかなというふうに思います。はい、裏は特に何も入らないです。まあ、自分が合わせるとダボッと着れると思います。こういった変わったプリント、本当に古着好きに刺さるディテールなんじゃないかなと思います。こちらで29,800円に消費税です。続きましてシューズのご紹介させていただきます。こちらニューバランスの950になります。はい、こちらグレーのソールのタイプですね。後ろがしっかりビブラムソール使われております。でこちらがデッドストックの個体になるんですけれども、一応8ハーフのものとこちらサイズ10ハーフのものと、こちらと順番前後しましたが、全で10のものですね。3型ご用意させていただいております。そしてこちらグレーではなく、こちらブラックタイプですね。ブラックのソールのタイプのものの、こちらが10ですね。10のものが1型ご用意させていただいております。ちょっと1インチ下げたぐらいのサイズ感で考えていただけたらなと思います。この辺もちょっと値段高騰している商品になりますが、まあ、ちょっとバイヤー陣が頑張ってくださいました。先輩たちがすごい頑張ってくれて、お値段お安めだと思います。29,800円に消費税です。こちらになります。続きましてジャケットのご紹介させていただきます。ノースフェイスのジャケットになります。こちらタグこちらにつきます。デカタグつきます。しっかりメイドイン USA のものになりますね。 90s 初期ぐらい、 80s 後半から 90s 初期ぐらいのものかと思います。こちら M サイズの表記あります。かなり状態もいいと思いますね。カラーリングかなり、このちょっと赤みがかった紫ですか、ピンクっぽい色と黒、かなり色味も綺麗です。はい、こちら M サイズで僕が合わせるとこのぐらいのサイズ感になるかなと思います。はい、状態もかなりいいものです。はい、こちらで値段15,800円消費税です。続きましてこちらパタゴニアのジャケット1点紹介させていただきます。はい、こちらパタゴニアのタグとこちら M サイズ表記しっかりつきます。アルターアイスジャケットのものですかね。プルオーバーのタイプになってます。ここまで深いジップがついて、こちらもしっかりジップは開閉する仕様になってますね。はい、でバックはこんな感じですね。シェルはすごく綺麗だと思います。穴も特になく状態はいいですね。ただちょっと裏地ですかね、ちょっとこの辺が白く剥がれてしまっていく状態になってしまっています。
ただこのプローバーのタイプかなり今風に着れるんじゃないでしょうか。ガバッと羽織ってこれから寒い時期とかにちょうどいいと思います。自分が着て合わせると、ゆったり着れるいいサイズ感なのかなというふうに思います。こちらでお値段が12,300円に消費税です。続きましてバースティジャケット紹介させていただきます。タグこちらつきます。はい、40の表記ですね。はい、いいサイズだと思います。こちらしっかり襟がダブルカラーになってて、こちらワッペンがでっかくつくタイプになりますね。はい、バックは何もつかないです。はい、このちょっと青みがかったお色味とかもかなり可愛らしいんじゃないでしょうか。はい、40の表記で自分が合わせるとこのぐらいのジャストぐらいの大きさですかね。はい、ちょっとこの辺の汚れ飛びなど、ポツポツポツダメージがある個体にはなります。はい、こちらで15,800円に消費税です。続きましてブラック357になります。はい、タグしっかりつきます。デッドストックの個体になります。はい、メディアムロングの個体になりますね。はい、まだしっかりこういったタグもついてます。はい、保管時の特に汚れとか焼けとかもないです。自分が合わせると、ちょっと長めになりますけども、こういった感じでちょっとコートっぽく着るのもかなりかっこいいのじゃないかなと思います。ブラックのミリタリーだけでかなりかっこいいですよね。こちらで、お値段9,800円に消費税です。続きましてこちらネイビーのユーティリティコートジャケット紹介させていただきます。タグこちらについて69年会計のものになります。42ロングの個体ですね。はい、ちょっとネイビーが合わせてきたようなフェードしたような雰囲気もかなりかっこいいんじゃないでしょうか。はい、この辺しっかりジッパーも底ビルジッパーで開閉もしっかりしますね。はい、バックも特に目立ったようなダメージとか汚れはありません。この辺の袖付近も全然まだ割れてたりしませんね。42ロング自分が合わせてみて、ちょっとジャスとかゆったりぐらいで着れるサイズ感なのかなと思います。はい、こちらでお値段が25,800円に消費税です。続きましてファティーグジャケット紹介させていただきます。はい、こちら、ミディアムレギュラーの個体になります。はい、でこちら、リップストップのものですね。はい、ちょっとフェードしてる感じでリップストップのこの線が出てくるところとかの雰囲気かっこいいんじゃないでしょうか。少しこの辺シミがありますね。こういったところの雰囲気楽しめる方にぜひおすすめしたいです。ミディアムレギュラーの個体、自分が着てちょうどいいぐらいですかね、着れると思います。はい、この辺も春夏かなり重宝すると思います。こちらで12,800円に消費税です。続きまして M43 ヘリンボーンツユのジャケット紹介させていただきます。はい、こちらしっかり13スターボタンがついてて、こちらしっかりヘリンボーンツイードもかなりかっこいい雰囲気出てると思います。はい、バックこちら少し汚れが飛んじゃってますね。しかしこのヘリンボーンのこのフェード感と相まってかなり雰囲気でかっこいいんじゃないかなと思います。はい、サイズ表記ありませんが、ほんとミディアムレギュラーぐらいのサイズ感なのかなというふうに思います。ちょっと袖口がこんな感じで汚れも飛んじゃってますね。はい、こちらも少し飛んではいます。ただ本当にこの辺の雰囲気は極上だと思います。自分が合わせてジャストぐらいで着れるかなと思います。はい、こちらで、お値段が12,800円に消費税です。続きまして M65 フィールドジャケット紹介させていただきます。タグしっかりついてて、スモールレギュラーの個体です。いいですね、小さいサイズなかなかないと思います。そしてこちらエポなしのタイプで、こちらしっかりアルミジップ搭載されているファーストのタイプですね。かなり探している方も多いんじゃないでしょうか。はい、こちらバッグはこんな感じですね。特に目立ったような破れ汚れなどはないと思います。はい、ソールレギュラー自分が合わせてジャストぐらいのいいサイズで着れるかなと思います。はい、こちらでお値段25,800円に消費税です。続きましてスペシャルな一着をご紹介させていただきます。はい、こちらちょっとタグ消えかかっちゃっていますが G1 のものですね。はい、でこちらスペックが 551J14 で、こちらが本当に G1 の名前がついた初期のタイプになります。
じゃあ36の表記がしっかり入ってますね。そしたら襟元もかなり綺麗ですね。少しこの辺だけちょっと飛んじゃっていますが、まだまだ全然着用いただけるぐらいのコンディションかなと思います。ただここですね、ジッパーが少し壊れてしまっていて、開閉がちょっと怖いかなというふうになっているのと、あとこちらボタンが2つとも飛んでしまっている個体になります。ですがリブとか2段リブもしっかりポツポツ来てる雰囲気はないですし、その他はかなり綺麗かなと思います。レザーの状態もまだまだ柔らかいと思います。36、自分が合わせると少し小さめですかね。こちらで、お値段が、39,800円に消費税です。続きましてラルフローレンのスイングトップタイプ紹介させていただきます。こちらタグ付きます。こちら 80s のものですかね。こちらのタグ L サイズ表記のものです。はい、まあ、スイングトップのデニムですね。デニム素材でちょっとまあこの辺の縦落ちの感じとかも綺麗かなと思います。ジップがこちら YKK のジップが使われていて、こちらチャナップボタンもしっかりついている本当に一発古いタイプのものですね。こちら後ろの雰囲気とかもめちゃめちゃいいと思います。はい、こちら L サイズで自分が本当にゆったりいいサイズ感で着れるのかなと思います。こちらでお値段が12,300円に消費税です。続きまして70505を1点紹介させていただきたいと思います。こちらブランケット付きのタイプになります。ちょっと印字は読めなくなってしまっていますが、しっかりカニパッチ残ってます。でこちらスモール E の個体です。もう雰囲気がかなりビッグに近いような色残りですね。めちゃめちゃ雰囲気出てると思います。こちら裏もかなり綺麗です。ではブランケット特有のこちらあたりかなり綺麗に出てますね。はい、かっこいいと思います。自分が合わせるとゆったり着れるぐらいのサイズ感、本当46ぐらいある結構かなり大きいサイズなのかなと思います。はい、こちらでお値段が29,800円に消費税です。続きましてリーのストームライダー紹介させていただきます。こちらのタグつきますね。はい、ユニオメデイ USA の表記があって46レギュラーのものです。でこちらレジスターのみのピスがつきます。60年代後期ぐらいですかねの個体かなと思います。襟元のコーデュロイもかなりまだ綺麗で張りがあると思います。はい、で後ろはしっかりブランケットダークなトーンの色味がついてますね。はい、少しこの辺がちょっとシミのようなものができてしまってはいますが、かなりこちらも色残り濃い個体だと思います。まだまだここから着用していって当たりが出ていって雰囲気出てくるのかなと思いますね。これもブランケットがついているので、この辺の肘の当たりもこれから楽しみな答えだと思います。46レギュラー、これも大きいサイズですね。自分が着てゆったり着れると思います。はい、こちらで49,800円に消費税です。続きまして D の 91J ですね、紹介させていただきたいと思います。こちらのタグつきます。はい、46レギュラーの答えになって、レジスターと MR がついてますね。こちらにもこちらのピースもレジスター MR しっかりついているので、セブンティーズくらいの個体なのかなというふうには思います。こちらちょっとこの辺割れてダメージが飛んできてますね。ただ襟元はまだ割れてない、ちょっと汚れはついてますが割れてない個体になります。ただこれもかなりまだ色残り濃く残ってますね。雰囲気もまだまだここから来て当たりが出てくる個体です。46レギュラーなのでちょっと大きめですね。ただこの辺をガバッと切るのも今風な感じですごくいいんじゃないかなというふうに思います。はい、こちらでお値段が39,800円に消費税です。続きましてパンツですね、こちら紹介させていただきます。こちらが 55J18 50s のミリタリーパンツになります。はい、こちらにしっかりタグがつきますね。 US ネイビーのものになってて、裏張りがされてますね。ウールの裏張りされてて、もう冬用の仕様になりますかね。はい、ちょっとシーズン的にはもう履けないのかなというふうに思うんですけれども、かなりまだ状態も良くダメージとかもないですね。はい、少しこの辺が汚れている雰囲気はありますけれども、本当年代を考慮するとかなり雰囲気あって着れるんじゃないでしょうか。自分が合わせるとこのぐらいのサイズ感ですね。ちょっと大きいダボっとした雰囲気になると思います。はい、
本当に出ない一着だと思います。探してる方ぜひお勧めしたいです。15,800円に消費税でサイズが3731になります。続きましてリーバイスのデニム紹介させていただきたいと思います。はい、こちらリーバイスの、はい、501ですね。そしてこちらしっかりポカニパッチも残っていて3234の、表記になっています。でこちらしっかり赤タブも残っている個体です。はい、メイドイン USA のものですね。はい、こちらかなり綺麗にヒゲも出てて当たりまだまだ綺麗に出てますね。色残りも少し、まあ、この辺とかは濃く残っているかなと思います。リングスもしっかりオリジナルリングスでこちらのサイズが実寸で3233になってますね。はい、自分が合わせると少しレングス長めですがこの辺ロールアップしたりカットオフしたりするのもいいのかなというふうに思います。はい、こちらで、12,800円に消費税です。続きましてもリーバイスにも紹介させていただきたいと思います。こちらが、ジップのジッパーフライのものになって後ろこちらまだカニパッチの残ってる519の個体ですね。はい、ウエストが31のレングス30の表記になっていてしっかりオレンジタイプもまだ残っています。はい、519のデニムタイプですね。コーデュロイとかが、まあ、よく見るかと思いますがデニムタイプです。こちらしっかり縦の変わった色の落ち方してます。縦落ちもかなり綺麗ですね。はい、3130のそのまま実寸になってます。こちら少し細めのシルエットで自分が履いたらちょうどいいぐらいですかね。本当にジャストでいいサイズ感で着てるんじゃないかなというふうに思います。はい、こちらで15,800円に消費税です。続きましてヴィンテージのデニム紹介させていただきたいと思います。かなり濃い個体ですね。こちらがジッパーフライのものになっててタロンジップですね。4人タロン使われていてこちら517の個体ですね。ウエストが36のレング32ですね。まだしっかりカインパッチのこっちの方も残っています。そして、ポケット裏がシングルの、赤タブスモールです。はい、なので517シングルですね。こちらかなり色味残ってますが、ね、まだマッコンといっていいと思います。はい、後ろも全然まだ当たりも出てないです。はい、もちろんこの個体まだ全然 GM 出てなくそのまま表記通りの実質になります。はい、こちらちょっと自分が着るとかなり大きいサイズにはなってしまいますが本当サイズの合う方はぜひおすすめしたいですね。のり付けもしても全然いいと思います。こちらマッコンの517シングルで79,800円に消費税です。続きましてこちら紹介させていただきたいと思います。こちら501ですね。でこちらちょっと見づらいかもしれませんがビッグ E の年代の個体ですね。表記もしっかりパッチもしっかり残ってます。3831の表記になっています。はい、少しこの辺がブリーシュ飛んでるビッグ E になりますが他の色味すっごく綺麗ですね。本当にまだ色濃く残っててちょっとこの霜降りのちょっと毛羽立ってる感じかなり状態の良さ伝わるんじゃないかなと思います。前もこの辺ブリーチ飛んでますね。はい、ちょっと飛んじゃってはいるんですけれどもレングスもしっかりオリジナルレングスです。はい、こちらでウエスト3530になってますね。ウエストかなり縮んじゃってあるとは思いますが逆にサイズ感合う方多いんじゃないでしょうか。自分が履くとちょっと大きいので、ちょっと履く場合にはウエストギュッと絞る感じになると思います。ただこの色残りがかなり残ってる雰囲気でこういったまあブリーチ飛びとかも好きな方には刺さる一着なんじゃないでしょうか。こちら501のビッグ E で98,000円と消費税です。